はい、どうもみなさん、こんにちは。ゆずっこです。それでは今回なんですけども、ローソンお試し機会券祭り、開催 D ポイントやポンタポイントを使って、スマホロッピーからの発見方法や注意点など解説ということで、今回はローソンのお試し機会券についての話題ですね。本日の10月14日から始まりまして、すでに参加された方も多いと思うんですが、この動画ではお試し機会券についてのおさらい、そして、キャンペーンの解説と僕が実際にですね、参加してきたので、まあ、それも含めて簡単にサクッとお伝えしていこうと思います。 それでは行ってみましょう。 で、早速、お試し会見についてお伝えするんですが、まあ、そもそもですね、お試し会見ってのは何ぞやっていうことなんですけども、まあ、ここ最近ね、僕のチャンネルもありがたいことにですね、2万人を超えて、まあ、結構僕のチャンネルを初めて見てくれる方も結構多くなってきてるのかなと思うんですが、まあ、それも含めて、念のためお試し会見について簡単に解説をするんですけども、まあ、基本的に僕のチャンネルではキャッシュレスとか、まあ、ポイントとかそういった感じのことをお伝えしてるんですが、このドコモの D ポイントとか、このポイントポイントを使って、 ローソンでのその対象商品と交換可能なサービスとなっておりますまあ、結構この交換する商品というのがお得に交換できるものとなっておりますで実際にどんな風にお得に交換できるかということなんですけども例えばこれが10月14日のカタログの一部を引っ張ってきたんですけどもま一、あ、つ商品をピックアップしましてこのクランキーエクセレントガーナブラックエクセレントこの商品通常税込み324円で ローソンで購入することができるんですけども先ほどのポンタポイントとか D ポイントを使って150ポイントで交換が可能ということになっておりますで実際にそれを交換した場合なんですけども1ポイントの価値が約2.16円相当に当たるんですよねまあ約ほんと半分ぐらいの値段で購入することができるので結構お得なんですよねこのお試し会見というのが で、そのお試し機会券を使うときのちょっとしたポイントなんですけども、まあ通常であれば週に3回程度ぐらい開催されてます。で、時間なんですけども、午前中であれば7時からスタートしまして、お酒類などの一部商品に関しては午後の5時から、17時から予約することが可能となってます。で、その終了に関してなんですけども、一応ですね、これ先着順となっておりまして、例えばこのお菓子の場合に関しては、17000個配布される。 ので、まあ、それの上限に到達したら終了するか、もしくは3週間経過したらそれで終了ということになるので、まあ、人気商品であれば結構ね、すぐに上限に到達することが多いです。で、そのお試し会見なんですけども、今回はですね、それのお祭りが開催されるということになりました。 一応開催される日程なんですけども、二つありまして、2020年の10月14日水曜日の10時スタートのパターンと、そしてお酒に関しては、10月15日の木曜日の17時からスタートのパターン、この両方があります。で、先ほどもお伝えしたように、上限に到達するか、まあ3週間経過するか、どちらかで終了となるので、まあ在庫があるまで参加することができるということになります。 でですね、このお試し会見祭り何がすごいかっていうと、例えばですね、まあこれらに関しては30ポイントあれば交換できる商品の一部なんですけども、少しカタログから引っ張ってきまして、今出てるのが、モウのバニラのアイスとか、スーパーカップとか雪見大福ですね。例えばこのモウの場合、151円、まあ税込みで151円で、 それが30ポイントで交換可能なんですけども実際のポイントの価値なんですがこの1ポイントの価値がだいたい5.03円相当に当たります冷静に考えて結構やばいですよね30円でアイス購入できるっていう結構安いスーパーでもね何十円とかで購入できる場合もあったりするんですが、まあ、さらにそれを上回るぐらいの金額で安く購入することができますそう考えたらお試し会計の祭りで本当にすごいんですよね で、次に、お酒の部類なんですけども、これも結構すごくて、まあ、50ポイントで交換することができるんですが、これはね、開催日時は先ほどお伝えしたように、10月15日の17時からスタートします。で、今ピックアップしているのは、まあ、札幌のエビスビール、まあ、知ってる方も多いと思うんですが、このロング缶の方ですね、500ml の方で、これが税込みで333円で購入することができるんですが、今回はそれが50ポイントで交換可能となります。で、1ポイントの価値を、まあ、あ いくらかっていうことで計算したら6.66円相当ぐらいに値します普通に考えてもこの恵比寿ビールも高いのにそれを50ポイントで交換できるって考えたらまあ本当にすごいですよね なので、お酒好きの方に関しては、もうほんとこの日にちを狙うのは、もうほんと鉄板なのかなと思います。で、ここから、ローソンアプリからのお試し会見の予約方法なんですけども、めちゃくちゃ簡単です。今、現時点では、ローソンアプリをインストールして、D ポイントカードと、そしてポンタポイントのカードを紐付けてる状態ですね。で、このトップページから、 ここにですね、お試し会券お持ち帰り限定というのがあるんで、ここをタップします。で、一覧がずらーっと出てくるので、まあ、今回ですね、朝一で狙ってたのが、このエッセルスーパーカップスイーツイチゴショートケーキというものですね。で、これをタップしてですね、予約を行おうとするんですけども、しばらく経ってからをお試しくださいというね、これお試し会券祭りあるあるなんですけども、本当にこのスタートと同時は全然予約が取れないんですよね。で、予約するをですね、何回かタップして、 まあようやく1個だけ予約の確保ができましたちょっとほっとしましたねでですね D ポイントカードプラスポンタポイントのカードも紐付けることができるので最大でローソンアプリから予約した場合は合わせて6個まで予約が可能です 三個ずつ三個ずつっていう感じですね。僕は今回ね、アイスを狙ってたので、まあこれだけ確保できてちょっと安心したとこではあります。で、次にですね、ローソンにあるロッピーを使っての予約方法なんですけども、これも結構簡単です。まあその場合はですね、ポンタポイントカードであったりとか、あと D ポイントカードの物理カードを準備してください。で、今僕のね、右手に持ってるようにカードをこのような 感じの角度で持っていただいて、こんな感じにスライドをしていただきます。そしたらですね、このような画面がロッピー側に出てきますので、一覧から発見するをタッチしてください。そしたらですね、いろいろ出てくるんですけども、ここで全商品というところを押していただくと結構わかりやすいと思います。で、いろいろ出てくるんですが、僕はさらにですね、追い込みをかけるかのようにアイスが欲しかったので、ここのスーパーカップをタッチしました。 そしたら、このスーパーカップの画面が出てきますので、確定するというところをタッチしたらですね、剣がロッピー側から出てきますので、あとはスマホと同じように交換する商品をレジ前に持って行っていただいて、こんな感じに全部商品と交換することができます。まあ、今回はですね、ローサンアプリから6枚発見することができまして、そしてロッピー側でも7枚ほど発見することができました。まあ、スマホ側に関しては結構混んでたので、まぁ、あ、15分ぐらいずっとタップしながら撮ってたんですけども、ロッピーに関してはまあ昼間平日ということもあったので、 で、まあ、ほんと昼間行って10分ぐらいですかね。やって7枚ぐらい発見したという感じです。で、その時のレシートがこちらですね。で、ここで実は終わりじゃなくてですね、今回このお試し会計のお祭りと同時開催中のキャンペーンがありまして、まあ、そのキャンペーンに参加するためには、税込み700円以上であればこの応募番号というのがですね、発見されます。で、参加するためには、この QR コードを読み取っていただきまして、 そうすると、キャンペーンページに飛びます。今現在は、鬼滅の刃のスマホくじというのがあるので、先ほどのレシートに記載されてた応募番号というのをここに入力してください。そうすると、応募コースがいろいろ出てくるんですけども、まあ僕の場合先ほどのお会計がだいたい2200円ぐらいだったので、まあ700円以上のお買い物3回分ということでこの3枚っていうのが出てます。で、いろいろ出てくる中で、まあ僕は特に鬼滅の刃、 のこれが欲しいというのは特になかったので今回はお持ち帰り限定商品引き換えコースというのをですね選びましたでここの今すぐもらうというところですねタップしたら LINE のアプリと紐付けてこんな感じのお持ち帰り限定の商品の引き換え券がもちろんね新しい商品というのは人それぞれ結構バラバラなのでもう本当にねこれは結構運任せなところではあるんですけどもこの合計金額が 700円以上また上回ることができたら、またそれはそれでスマホくじを引くことができるので、この期間中はね、本当に面白いループができるんですよね。なので、このお試し機会券祭りってのは、ただお得にね、商品交換する以上に楽しめる部分もあったりするので、まあ、結構戦略を立てるのは面白いのかなと思います。 ちなみにこのスマホ個人に関しては1人20枚までとなっております。そしてお試し機会券のキャンペーンに参加するときのまちょっとした注意点なんですけども、まず一つ目は先着順なので人気商品売り切れの場合もということですね。いやほんとね、僕はこのお試し機会券を知ったのは、このキャッシュレスとかの動画で発信するようになって、あ、こういったサービスがあるんだということで去年ぐらいから知ったんですけども、それぐらいからまあ去年ぐらいからもそうなんですが結構メディアとかでもかなり取り上げられるようになって、このお試し機会券の のキャンペーン自体がもう本当にお祭り以外でも通常のお試し会見でもかなり盛り上がってるような状態なんですよね。なので、なかなかこう予約が取れないっていうこともあったりして、すぐに売り切れになる場合もあったりするんですよ。で、今回に関しては僕が先ほどなんとか1個確保できた。エッセンスバックアップのイチゴのショートケーキの味ですかね。開いたものであったりとか。あとお酒で言うとまあ、多分参加するとわかると思うんですが。まあさっきのエビスビールであったりとか？ プレミアムモルツとか、あと札幌ビールとかですかね。まあそういったものに関しては、まあすぐになくなりやすいので、もしね参加される場合はもうスタートと同時に狙うのがいいのかなと思います。まあですけどまあ無理のない程度に参加してみてください。で、次2番目は、 アプリロッピーで発見したら30分以内に交換をということですね。まあ、アプリの場合はレジに並ぶ前ぐらいに発見すればいいんですけども、ロッピーの発見の作業に夢中になってたらその30分を超えてしまう場合っていうのがあったりするんですよ。となるとせっかく発見したのにその発見した件がですね、無効になってしまうっていうこともあるので、まあいいのはもうストップウォッチとかで iPhone とか、まあ、Android なんでもいいんですけど、スマートフォンでスタップウォッチをスタートして、まあそろそろまあやばいかなとか20分 ととかか25分経過ししたなななってていいうののがあればすすすぐに商品交換してまあお会計するのがベストなのかなと思います次3つ目は、キャンセル狙いもありということですね。まあこれは正直あまり期待値自体は低いんですけども、まあ人気商品とかは大体先ほどお伝えしたスタートと同時にすぐなくなることが多いので、次の日の同じ時間帯ぐらいにローソンのアプリであったりとかロッピー側で行ったら、そのキャンセルされた部分っていうのが、 たまに残ってたりするんですよ僕はたまにそういったのを狙う時があるんですがまあ、取れればラッキーかなっていう感覚で狙いに行くのも結構ありなのかなと僕は思いますそして4つ目ロッピーが混んでたら譲り合いもということでこれ結構経験された方いらっしゃるんじゃないですかね僕は本当に今回のロッピーに関しては全然人もいなくて スムーズに作業ができたんですけど、たまにやっぱりこうね、人気商品があったりすると、並ぶとか、そういった待つ方も結構多くなったりするんですよ。なのでね、まあある程度ね、商品確保することができたら、次の方とかにね、譲るのはいいのかなと思います。で、最後にですね、僕が先ほど冒頭でお伝えした、この D ポイントであったりとか、このポンタポイント、普段どんな風に食べてるのかっていうことなんですが、まあ、僕のチャンネルではね、普段こういったキャッシュレス決済の D 払いとか、AU ペのキャンペーンを使って、そこでまあポイントを集めてることが多いです。 ま、D 払いはね、本当の期間用途限定の D ポイントが結構貯まるんですけども、それの召喚は当にこのお試し会間券が本当にいいかなと僕は思ってます。そしてもう一つはポイントサイトからの交換ということですね。これもね、僕の動画ではちょくちょくね、ポイントサイトの紹介をさせていただいてるんですけども、結構やっぱりこれがポイント貯まりやすい要因の一つでもあったりします。で、ポイントサイトから貯まったポイントをね、D ポイントであったりとか、ポントポイントに交換して、それでこういったキャンペーンに備えるのもありなんですけども、例えばで言うと、このポイントサイトの笑うっていうものなんですけども、 その、笑うで貯めたポイントを、ま、いろんなポイントであったりとか銀行振込で、ま、お借りにすることもできるんですけども、この D ポイントとかポンタポイントに関しては、なんとですね、即時交換が可能となってます。一応ですね、5000ポイントって書いてるんですけども、ま、500円相当から交換することができます。 なのでね、普段から笑おうを利用されている方であれば、5000ポイント以上、まあ、レートは500円なんですけども、500円以上貯まっている方がいらっしゃいましたら、まあ、即時交換して、それで今回のお試し会見とかの祭りに参加するのも、一つの方法かなと思います。まあ、そんなこんなで今回は、久しぶりのローソンのお試し会見の祭りに参加したという動画でございました。いや、今回ね、僕はこの今真ん中に出てる、SL スーパーカップのイチゴのショートケーキがなんとか確保できてよかったな、という感じですかね。 で、まあ、先ほどもお伝えしたように、ここ最近はすごいメディアで取り上げられてることが多い、このお試し会見なので、ま、もしね、参加したいなっていう方がいらっしゃいましたら、なるべく早くね、参加するのが結構いいのかなと思います。特に明日に関しては、まあ、17時からにはなるんですけども、お酒の争奪戦になるかと思いますので、それはそれで一つ楽しめるのかなという感じですかね。で、一応先ほどお伝えしたポイントサイトの笑うの登録がまだの方いらっしゃいましたら、下の概要欄にリンク貼ってますんで、詳細気になる方がいらっしゃいましたら、チェックしていただければなと思いますと。 ということで、本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました